市茶屋街っていう、はいはい、そのまま東にあるお茶の町なんですけど、本当に店が開いてないという、うん、この後夜ご飯を食べたいなと思います。お食事魚屋だって、美味しそう。やってないんだよね、定休日じゃない。え、自由券。なんか見て、王道の洋食みたいな、なんか美味しそうじゃない。ハヤシライスとかさ、グリルチキンとか、古い感じ。古いよ、夜はお化けが出るよ。確かに出そう。食べる？うん。だって頭から食べるの？どっちからも？それは何？ちょっと、めちゃくちゃ美味しい。日本酒を頼むときは、この説明のところを全部見るね。例えばこれやったら、今度かなこの香りっていうのやろ、うん、香りがあるんだね、お酒。そういうのは絶対美味しくない。華やかなってついとるのも、なんか変な味が絶対ついてる。で、あとは、ほのかな、ほのかな、このまた、現状が、現状の香り、香りってついとるのは絶対ない。もう、すっきりとした喉越し、こんな言葉に限る。これは選べばいいよね。すっきりとした喉越し。だから書いてなかったら、お店の人に、すっきりとした喉越しの辛口の日本酒どれですか？フルーティーは嫌です。あ、取ってたか今。え？動画。こんな感じでーす。え？大見市場にやってきました。すごい新鮮な、本当だ、魚が安いお値段で。お母さんがこのタコを、タコ、タイを、ここは買った海鮮を自宅に配送できるみたいで、家にいるお姉ちゃんたちのために今お土産を買って帰ろうとしてます。すごい、とても広いです。私は朝ごはんのビュッフェを食べ損ねたので、今からちょっと海鮮を食べるためにお店を探してます。メイクさんがおすすめしてくれたお店があるので、そこを探しに行きたいと思います。何買いましたか？マグロ、天然の平っぱい、タコ、イカ。おそれでも、それでもなんか22日に来なかった。こんな感じ、食べ歩きができるの。はい、どうぞ。オレンジジュースを買いました。うん、うん、美味しい。お寿司屋さんに来ました。これはカニのお味噌汁、白身、ノドグロ、タイの、なんかこれが、もりもり三種盛り、おすすめ。すごいよ、めちゃくちゃ
ちゃいい匂いじゃん。カレーの味噌汁からいこう。あ、そう。お店になってるんだね。すごくない？これ。暑いて。焼けそう。研修塾。クレヨンしんちゃん出てきそうね。食器屋さんだって見る？食べに来ました。こんな感じで外にもお席があるとこなんですけど、美味しそう。もうなくなった。兼六園にやってきました。なんか緑が多いから気持ちいいですね。かわいい。茶店通りに来ました。ねえ、すごい。こういうとこのそばって美味しいよね。うどんとか。あ、これが良かったの？こういうのが良かったの？普通の薄さっきのおしゃれすぎるかも。お抹茶あるの？あ、ちょうどあるよね、抹茶。あったかいな。本当は3回で飲まないといけないんですよ、思っちゃって。でも私は3回で飲むなんてそんなもったいないことは今日はしません。このあんころ餅も食べてみよう。なんかこういう髪型の人いるの？なんかこういうヘアセット食べる人かわいいの。うん、ぶよい甘さ、全然うますぎない。お待たせしました。本日のお茶はですね、こちら神奈川県なので、本当は神奈川茶をお届けしたかったんですけれども、お寿司屋さん、しかも2軒目でお寿司屋さんということで、本日はお抹茶入りの緑茶にいたします。こうしてですね、もう本当に何枚入れるかってところは本当に人によりけりなんですけれども、私は濃いのがお好きなので、はい、3杯いかせていただきます。こんな感じで見えますでしょうか。こんな感じの、こうしてトン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 と全体に粉を入れて、お湯の温度はそうですね、ざっくり80度、80度ですかね。沸騰が100度ってことなので、沸騰までいかない程度の80度っていうのを目安にこのサーバーを作ったんですけど、サ
たんですけど、まあ、80度が一番美味しいというのでちょっと入れてみたいと思います。あ、ちょっと硬いですね。この7分目で身の量を決めるというのがうちの当店のこだわりになっております。あ、どうぞ、あの熱いうちに召し上がってください。召し上がってください。